ヨネちゃん TV、トラでーす。どうも。今回はですね、関西最大級の昆虫イベントで、ちょっとね、調査をしたいと思います。で、どんな調査かというと、もうサムネで皆さん分かってるかもしれないですけど、こちらですね。そう。スマトラオヒラタとパラワンオヒラタ、どっちが人気なのかっていう調査です。でね、この企画ね、何年か前に小猪之助くんがインセクトディスカバリーでやっていて、その時はパラワンが僅差で勝ちました。それから何年か経ってまして、今状況がね変わってるかもしれないので、ちょっと調査をしたいと思います。なかなかね、こんな2000人もね集まるイベントないんで、いい集計が取れるんじゃないかと思いますのでね。はい、じゃあそれではやっていきたいと思います。それではレッツゴー、やるよ。さあ、記念すべき1票目ですけど、はい、この方にお願いしたいと思います。じゃーん、有楽者の店長でございます。店長まさか来てるとは。最近髪の毛が薄くなったという話です。いや、みんな僕だよ。店長どうですかこれ。何これ、パラワンオヒラタ、スマトラオヒラタ、どっち派？あ、好きなやつを選べて。そうです、これどっちか。あ、僕帝王ヒラタ派です。もう企画倒れになっちゃうじゃないですか。僕帝王ヒラタしか認めないですよ。じゃあ店長ちょっとこれを。帝王どこにあるの？帝王はちょっと右上の。パラワンよりも太くなり、スマトラよりも長くなると言われてる帝王はどこにあるんですか？帝王ないじゃないですか。帝王ごめんなさい、今回この2択になっちゃいますけど。次帝王入れといてください、ね、じゃあそこの、そこで、はい、じゃあ記念すべき第1票目ここですね、はい、帝王平田でした。帝王平田、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。またね、有楽者姉ちゃんともよろしくね。よろしくお願いします。概要欄貼っときます。ありがとうございます。貴重な視聴者さん第1号でございます。今回ですね、ちょっとインタビューをしてまして、はい、こちらです、はい、見てください。どっち派投票していただきたいんですけど。僕は断然スマトラオヒラタ派です。スマトラ、はい、お、パラワン。パラワンですか、はい、じゃあちょっとシール貼ってもらっていいですかね。はい、スマトラなんでパラワンとかって。パラワン大好き、はい、うん、あ、そこは帝王がいい気。はい、ありがとうございます。これ理由は、理由はやっぱりあの分厚くて超なんかかっこいいな。あ、はい、顎が敵に強そうでかっこいい。あ、でかいしね、パラワンね。ありがとうございます。そう、これね、ちょっとお土産いただいちゃってありがとうございます。まこさんに日本酒。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ前田君、ちょっとこれを、何すかこれ、投票をお願いしたいんですけど。これ結構永遠のテーマじゃないですか、これ。パラワン、スマトラ。これあの、どっち派っていうのは何かあるんですか、個人的に。もう、そうです、個人的にどっちがもう単純に好きか。じゃあパラワンですか。パラワン、ありがとうございます。はい、じゃあね、小さいお友達に投票してもらいましょう。パラワン、オヒラタ、スマトラ、どっちが好き。おー、スマトラがいい。理由は？なんか顎のところが太いから、うん、あー、そういうことね。やっぱパラワンはちょっと細いもんね。やっぱり太い方が好きなんだね。ありがとうございます。ピース、ありがとう。子供たち、 YouTube の撮影です。今ね、これパラワンオヒラタとスマトラオヒラタ、どっちが好きか投票してもらってるんですけど、いいですか、シールちょっと自分で取ってもらって、好きな方にシールを一人一票でお願いします。おおおお、みんなパラワン。理由は何ですか。理由はやっぱあの顎がかっこいい。なるほどね。理由は細い。細い方がいいの？太くなくていいの？あ、シュッとしてる方がいい。あ、一緒ですね。理由は？角がかっこいい。かっこいい。ギザギザしてるもんね。
と背中がかっこいい。かっこいい。ありがとう。いいわ。足がめっちゃかっこいい。あ、足がいい。変わった着眼点ですね。足がいいんだ。ありがとうございます。イエーイ、みんなイエーイ。ヨネちゃん TV。 はい、じゃあね、女性の方にちょっと投票してもらいましょう。よろしくお願いします。パラワンかスマトラ、どっち派ですか？お、パラワン。理由は？理由は一番最初に大きいクワガタを見たのがパラワンで、思い入れがあります。そのインパクトで。ありがとうございます。メガちゃん発見。メガちゃん、はい、ちょっと今投票してもらってます、はい、パラワンかスマトラがどっちですか？メガちゃんどっち派？でもどっちも好きですけども、どっちもパラワンかな、うん、お、パラワン。でっかなるし大事で、こっち派っていいですか？うん、はい、今日お忍びですか？もちろんです。お忍びで来られてる方がこちら、名前は言えませんが、いやもうお忍びといえばマコさん分かってますよね。マコは分かると思います。どっちがいいですかね？いやこれね、僕も迷ったんですけど、もう大好きなスマトラがちょっと押され気味なの悔しいんで、僕はスマトラ。なるほど、どっちもいいですけどね。どっちもいいんですけどね。どっちもいい上で聞いてるんで。でもやっぱり何やかんや言うて、このシルエット、かっこいいなと思いましたね。ですよね。初めて買った大きいクワガタ、パラワンではなかった。なるほどですね。僕はスマトラを応援します。ありがとうございます。すごい人捕まえました。一番目に並んだ方。今日何時から？今日は6時半かな。6時半から。いやーすごい、こんな2000人ぐらい来るイベントの一番ですからね。そうですね。はい、今回ですね、ちょっとこういった企画をやってまして、はい、パラワン大平田、はい、スマトラ大平田、はい、どっち派っていうのをやってまして、はい、スマトラですかね、はい、スマトラの方にちょっと1票投じていただいていいですか？はい、ありがとうございます、はい、また1番狙ってください、はい、頑張ります。ありがとうございます。視聴者の方に声をかけていただきました。ありがとうございます。今こういった形でね、パラワン対スマトラ投票してもらってるんですけど、はい、どっち派ですか？顔って映しても大丈夫ですか？大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。どちらが1票を？こっちです。スマトラで、はい、じゃあ1票お願いします。はい、ちょっとスマトラ今押されてるんでね。あ、これはちょっと買ってもらわないといけないですね。はい、どこでもいいです。あ、どこでもいいです。はい、ありがとうございます。理由はお聞きしてもいいですか？あの僕はスマトラを平田メイン、いや、メインじゃないんですけど、はい、一応飼ってて、飼ってて、はい、パラワンは飼ってないと。パラワンはまだ飼ってない。なるほどですね。はい、一応来年からやろうかな。あ、なるほど。もしかしたらパラワンを飼い始めたらパラワンになっちゃうかもしれない。いや、もう永遠に。あ、スマトラ推しで。はい、ありがとうございます。ほな、俺はこっちが、俺こっち。あ、違うやん。パラワン、お尻。何やねん。やっぱりパラワンじゃない。あー、やっぱりスマトラなんですね。はい、ついでにこの人。すいません、遅刻しました。遅刻。すいません。さあ、どっちですか？これはやっぱりスマトラ。あー、おー、盛り返してきた。これ、中継しづらー、これ。ありがとうございます。これ今、はい、投票やってるんですけど、はい、パラワンかスマトラか、はい、断然こっちです、ね、スマトラですか？私はもうスマトラメインですか？今結構いい戦いになってきてるんで。そうだ、ほんまよ、はい、いい感じですね。ありがとうございます。時間ありますか？もう撮ってるんですか？撮ってます。今日はちょっと遅い出勤だったので。はい、遅めの出勤でしたので、今ですね、ちょっとこのパラワンかスマトラかやってるんですよ。はい、パラワンかスマトラか、はい、どっちがいいですか？パラワン派で。じゃあちょっとこれを貼ればいいですよ。はい、どこでも好きなところに。センスが問われますけど。
結構結構主張する人ですね。ありがとうございます。どっち派ですかっていう、これは何、あのあれですか、正直でいいんですか。正直もう好きな方パッと、パッと、お、パラワンですね。姫さん、だいぶすっきりしましたね。だいぶすっきりしましたよ。多分顔はどよっとしてますよね。眠気が先に来てるかなって感じなんですけど、どうしたんですか、さっき撮影したばっかりなのに。いやいや、姫さん、これこれ今やってるんですよ。なんすかこれこれなんすか、トラさん。パラワン、はい、スマトラ、どっちが好き。出ました。いいんですか、夢旅の表。いい、うん、1個やると20足し割れますけど大丈夫ですか。あー、もうお願いします。ちなみに、はい、トラさんはどっち派なんですか。僕はですね、はい、パラワン。うわー、出た。趣味が合いますね。夢旅人はスマトラでございます。やっぱり理由は何ですか。やっぱりですね、パラワンはパラワンで、うん、やっぱりこうスワット前に伸びて、はいはいはい、ちょっと迫力的なんですけど、横綱って言われたらどっちって言われるとこっちかな、ね、まだこっち大関かなっていう。あ、なるほどなるほど。感覚なんでスマトラいっぱいね魅力あるかなと思います。あ、なるほどね。ありがとうございます。ありがとうございます。それからそれから途中経過です。どう、結構いい感じじゃない。数えてみよう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 対 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 16対22。 あと帝王平田が1。さあパラワン後半で巻き返せるか、面白いですね。こんにちは。こんにちは。こちらパラワンスマトラ、どっちが好きですか。スマトラ。スマトラ。じゃあちょっと投票してもらっていいですか。理由とか聞いてもいい。妻が太いから。ああ、やっぱり太い方が好きなんだ。ありがとね。子供たち、パラワンとスマトラどっちが好きかな、投票してください。このシールをつけてください。ずっとカメラ目線、ずっとカメラ目線。シール貼って、シール好きな方に。おおお、どうだ。お、ありがとうございます。今こういったものをやってるんですよ。これ投票してもらっていいですか。私こっちで。パラワン。はい、はい、どうも。4度目の正直でちょっと声をかけていただきましたけど、視聴者の方に。やっぱなんか男前やからめっちゃ緊張する。いやいやいや、今回はですね、子供たちにちょっとこのどっちがいいかを今アンケートを取ってまして、パラワン大平田、スマトラ大平田、どっちが好きですか。さあ今結構いい戦いしてるんで、自分が好きな方。そう、おパラワン、おスマトラ、おパラワン。お父さんもいいですか。いいですか。パラワンでちょっと理由聞いていいですか。なんでこっちがかっこいいと思った。見た目がかっこよかった。どっち選びましたか。こっち。なぜパラワンが強いか。強いから。どっちですか。お、スマトラ。三井かっこいいから。ああ、お父さんは。顎長い方が、あ、やっぱりシュッとした方が、ね、ね、ありがとうね子供たち。バイバイ。次また11月よね。ヨネちゃん TV。 結果発表。イエイ、結果発表です。発表。何と違う。誰やった。こんな感じで。どう、俺これ見たことある。見たことあります。ある。昔これ手伝った記憶があるんですけど。そうなんですよ。第1回クワガタバトル、どっちがかっこいい選手権、イエイ。拍手拍手。カメラマンはスマトラ。カメラマンはスマトラだそうです。なのでスマトラに1票。
でね、ギャラリーで一人いてるんですけど、はいしんちゃんです。はい、しんちゃん、お、これちょっと分かりづらいんで、ちょっと綺麗に直したいと思います。直そうかいまさかの、まさかの結果になりました。こちら、わかります、これパラワンが、パラワン40123456 7、え、スマトラが、スマトラ40123456、1秒差だ。え、1秒差でパラワンの勝ち。すごい。え、これ何なの、これは何なの、これは、て、これは帝王、帝王です、これいやー、けど本当に統計として小さいお子さんはパラワン、もうみほん、あ、結構、うん、ほぼじゃないですけど結構パラワン投票する子が多かった。おじさんは、そうです、ブリードをやってる方は、そう、スマトラが多かったっていうイメージでしたね。次回もちょっと色々考えたいと思いますけど、もしよかったら、あの、コメント欄の方にこれとこれやってみてくださいみたいな、あれば、俺とトラルミレ、あ、そうですね、負ける、負けるかな、2位ぐらいじゃん、いやいや、アンチやけど絶対に身内だけ。そう、こんな結果になりましたので、今回はパラワンの勝ちということで、じゃあ今から打ち上げ楽しみましょう。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね